ージ、プペット、今どこなの？ザルツブルグの音楽祭。演奏？今年は出ないわ。生徒が演奏するのよ。それにモーツァルトに敬意を表してね。どう？元気でやってる？ここの人は親切なんだけど、学校まで20キロあってバスで通うのが大変なの。それに遊ぶとこはないし、しょうがないから本を読んでるわ。じゃあすぐここへおいで。一緒にパリへ帰ろ。でも夏季講習はあと1週間あるのよ。うまい言い訳ある？うん、そうね。あ、そうだ。85になるひいおばあさんが死にそうだって言えばばっかり。じゃあ決まり。それにしてもご両親よかったでしょ。あのお父さんの方はですね、有名な名優のピエール・ブラスールの息子クロード・ブラスールと言って、そしてお母さんがあの気になったそんな可愛かったブリジット・フォーセット、いい女優になりましたですね。本当このご両親の姿も見てて楽しかったんですが、さてソフィー・マルソンのこれはですね、素顔のビデオ一番新しいやつです。どうです、ただ可愛いだけじゃなく芯を持ってて大物になるという感じしますね。この後映画が楽しみです。さて来週はあの話題の映画処刑教室です。学園内暴力はもはや絶望的なところまで来てしまったのか。学園を支配する不良グループの恐ろしいまでのバイオレンス、新任教師はついに激しい荒療治を開始した。公開当時全米マスコミをはじめ観客からゴーゴーたる反響が巻き起こった問題作処刑教室。Oh my God.